今日はですね、また数学の問題を解いたという、また Google から出てきた、おお、数学シリーズね。それだと、オープン A の GPT-3 のコーデックスを使ったっていうのが前話題になってましたよね。そうそうそう。うん、で、Google AI ブログと、このミネルバというんですが、Solving Quantitative Reasoning Problems with Language Model。ランゲージモデルを使ってですね、Quantitative だから、定量的な推論ですね、論理問題を解く、まあまあはっきり言った数学の問題を解くという、はい、ミネルバという、これはまあ論文のタイトルで、でこれがまあブログなんですが、6月30日ということは一昨日ですね。そうなんですよ、新しいんですよ。もうね、何度も言いますが、もう戦国時代に、小林さんの言う、宋が出た戦国時代であり、アラン・トンプソンの言うゴールドラッシュ、はい、もう次から次と出てくるんでね、紹介しきれないというかね、うん、でするためにね、論文を読んでる暇がないのよ、ね、うん、で例えばこういう問題、これ見えますかね、クエスチョン、問題、A line parallel to y equal 4x plus 6 passes through 5, 10. What is the y coordinate of the point where this line crosses the y axis? No. 4x plus 6という、線に平行で50を通ると。で、それが y アクシスを横切る、ところの y コーディネート、y 座標はいくらかと。まあ、いわゆる Y 切片というやつね、うん、でこれ小林さんがどう解いたかって言ったらおっしゃってください。ですね、まあ、平行だっちゅうんだから傾きは4 で Y 切片が分かんないから、そこを未知数 A とでも置けば Y イコール 4X プラス A だというのは分かるので、それに50を XY 代入して解けば A が求まるというのは普通の解き方かなと思いました、うん、と思ったと。ところがこれはどう解いたかというと、 こっちが実は私の解き方なんだけど、うん、The line is parallel to y equal 4x plus 6 which means that it has the same slope as y equal 4x plus 6ですね。だから線は y イコール 4x プラス6に平行だと、ということはこの傾きだと、つまり4だと。で、since a line passes through 5, 10, we can use a point slope from a line to find the equation of the line. で、その線は50を通るんだから、で、傾きが4なんだから、結局 y 引く10イコール4か、かっこ x。いきなり方程式が出ちゃうんですね。うん、でこうしてあとは変形で y マイナス10は 4x-20 で y イコール 4x-10 だから、 Now that we have the equation of the line, we can find the y coordinate of the point where the line crosses the y axis by substituting x イコール0で、ここで x イコール0とすればいいんだっていうわけね。の y イコール 4×0-10 やマイナス10と、まあ、出たっていうわけですよ、ね、うん、でこの問題自身はね、まあ中学校の問題ですよね。うん、だけどね、この答えをね、こんなちゃんと英語で書いてくるわけでしょ、うん、これあれですね、このシステムのアウトプットなんですね。そうなんですよ、そのものなんですか。そうだから、マイナス10が出たってだけじゃなく、ちゃんとその論理も合ってるんですよね、うん、文章で書いてきて合ってるっちゅう、ね、すごいな、うん、すごいでしょう。いや、これまさに東ロボ君がやろうとしたことそうなんよ、まあ、高校ぐらい受かっちゃいますよ、これは、うん、いや、なんかまあ中学生の問題ですけど、ね、まあ、ね、まあ、問題自身はね、うん、次はね、クエスチョン、 Assume that the variance of the first n natural numbers is 10 and the variance of the first m even natural numbers is 16 compute m plus n で、これは、n 個の自然数の変、バリアンス、分散が10であって、あると。で、最初の M 個の偶数 のバリアンスが16である。で、その場合、M というのを計算しろという問題やったんやけど、正直なこと、話、僕はできなかったんや。というか、これ、日本人にとって厳しいですよ。日本語と、英語と数学両方できないといけないっていう。そうなんや。いや、簡単には。この、ね、まあ、答え見なきゃね、簡単に解けないと思うよ。答え、Let sigma squared be the variance of the first m even natural numbers
ね、シグマ2乗 M 個の、最初の M 個のイーブンだから偶数 の自然数の分散と使用でタウのスクエアで be the variance of the first n natural number と使用と、ね、タウの2乗最初の N 個の自然数の分散と使用そうすると we have tau squared equal n squared minus 1 divided by 12で、アンで、シグマスクエアで行く、M スクエアでマイナス1、ディバイデバイ3。つまりね、そっか。いや、それは、N と M ひっくり返ってるから、ちょっと、戸惑ったんでしょ。で、そう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 問題ね、この公式がね、ね、シグマ2乗は A、3分の M2 乗引く1だっていう、こんな公式知らんじゃないですか。大体、等差数列の分散なんて別に計算したくなる機会がないので、そんな公式覚えててもあんまり使い道ないような気がします。ちょっと分散を小林さん、ご説明お願いします。まあ、何でもいいから N 個数値、実数値があったとして、その分散とは何かというと、まず先に平均を計算するんですね。それを全部足して、個数で割れば平均値が出ますと。そうしたら次に各データから平均値を引く平均値を引くってそれぞれ2乗して全部足してまた個数で割ったのが分散です。というのが定義なんですよ、はいねでだから定義に従ってコツコツ計算すれば一般の N 個に対する、自然数の分散ってこの公式が出てくるとおっしゃるはずなんですよね。コツコツやれば出てくるはずなんですよ。ほんで我々調べてみたら、ね、確かにねデリベーションしたったんや、うん、でもね僕らねこの公式習ってないのよ中学校でも高校でも大学でも、うんうんおうんうん、だから頑張った自力で導出すれば、まあ、できると思いますけどね間違いなければ、うん、でね小林さんの不満はねこれのデリベーション書いてないとそうそうそうそれをやってくれと思ってたんですよいきなり書いてるからこれ公式書を覚えとったんじゃないかとそうそうそう、うんでまあでウィソルこっからも簡単ねウィソルザシステム有益で、うん、で、12分の N 乗引く1が10で3分の N 乗引く1が16だからでこれ簡単に N 乗引く1が120でしょだから121になりますよね N 乗がねなこれルートしたら11でしょで M 乗は 16×3 で48で1足したら49でこれのルートすれば7ですね。だから N は11で M が7だから足したら18と。だけどこの問題はね、我々誰も解けないわけよ。なんでってこの公式知らんから。で、小林さんはね、これ出せば出るだろうとおっしゃるけどね、やってる間に時間切れになるよね。ありそうですね。で、次、クエスチョン。For every AB, B not equal A, prove that.2分の A2 乗と B2 乗が第2に2分の A たす B の2乗これを証明しろとで、うん、モデルアウトプット2分の A2 乗と B2 乗が第2に2分の A たす B2 乗はですね、これと同じだとまあここを展開すると4分の A2 乗と B2AB とで4、うん、かけ上げるとこの2が消えてこうなりますよとで次に2をかけ上げます 2A2 乗と B2 はこうなりますよとでこれを引くと A2 乗と B2 乗 2AB になってでこれを左辺に持ってくると A2 乗と B2AB が正になってで括弧 A 引く B2 乗は正とで Which is true これは正しいと Because the square of a real number is positive で、実数の、スクエアはポジティブだから正しいよと。でこれに対して小林さんがちょっとイチャモンつけたんだけど。不満があるのあれですね。これちゃんと実数って書いておいてほしかったなっての問題文で実数って書いてないとこうはいかないので、ただし問題文が不等式で書いてあるということは、これ虚数だったりしたら、その計算の結果が実数になってなかったら、まず不等号自体がナンセンスになっちゃうので、虚数と虚数だと不等号意味がなくなっちゃうので、なので、まあ、この問題文が一応実数であることを含意してるんだろうなと、良心的に解釈すればそうですけど、ちょっと本当は実数 AB って書いとかないと不備なんじゃないかなという気は少ししましたと。でここではリアルナンバーと書いてあるから、うんうん、まあ答えはそのことは言うて、ただこれは実際に出た問題だから、うん、ねここに書いてあるのこれはねポーランドで出たね問題なんですよね。だからこれは所詮この問題ってまあよくて高校の問題じゃないですかよくて、
だから実数は当然のことなわけですよ。で、ここで example question from joint entrance examination。こっちがね、May Mass 2020 exam taken each year by almost 2 million Indian high school students。これはインドの高校の問題ね。で、200万人が参加したと。で、こっち側は、ナショナルマスエグザムインポーランド。ね、ポーランドの、で、taken by approximately 270K high school student。だから、27万人の高校生 が受けたと。だから、こっちがインドの問題で、で、高校の問題で、こっち側がポーランドの高校の問題だと。そういうことですよ。あとちょっとだけ言うと、あの両辺を2倍するってことを2回やってて、最初から4倍すればいいのにって思う、うん、さっきの、 あの直線の問題はあの非常に綺麗な、なんていうか最も簡潔な答えを出してきて、それが私の答えよりも簡潔だったんで素晴らしいなと思って感心したのに、こういうところではそういう冗長なことをやらかすのかっていう、このちぐはぐさはちょっと何とも言えないなと思いました、うんうん、で、この仕組みはね、あのね、あの何がいいかというとですね、あのね、あの、まあ、数学に特化してるからね、ラテとかそういうものを理解するのよ、ここでね、うん、まずね、モデルビルト、マルティス、で、まず言語モデルとして、パスウェイ・ラングイージュモデルを使った。うんね、で、with a further training of 118GB data set of scientific papers.from archive preprint sub だから、ね、論文を読んどるわけよ。And web pages that contain mathematical expression using LaTeX MathJax。 LaTeX っていうのは数式を書く仕組みですよね。 MathJax もそういう、これは売ってるやつね。で、other mathematical type setting formats。 で、これのポイントはですね、ここにこう書いてあるんだけど、普通例えば、まあ、これオリジナルドキュメントがアインシュタインズイクエーションステイツ、アインシュタインの方程式が次のように言っておるよと、で、マスすらマスで囲んで、アノテーションの観音で、E イコール MC2 乗と、こう書いたらね、これはこの E イコール MC2 乗、こう書いてほしいわけ。ところが普通の、あのコモンプレセン、普通のやり方をするとですね、このあの余計なものが消されんねん。例えばこのアッパーローとかね。で、だから EMC でイコールも消えちゃって EMC2 乗になるから、普通のやり方だったら、アインシュタインズ・イクエーション・ステイツだって EMC2 となっちまうわけ。だけど、このミネルバだとアインシュタイン・イクエーション・ステイツだって E イコール MC スクエアとちゃんとなると。だから、つまりラテックとかマス・ジャックスとかいうのを使っとると。いうそういうことですよね。で、さらにやり方はですね、ここに書いてあるのは、答えは一つじゃないよと、ね、たくさん出てくると。で、その中からあの多数決、マジョリティボーティングだって、多数決で決めるんだって。おまあ、そういうやり方。そんなんでいいのか、数学の問題を民主主義で解いていいのかっていう。だから間違う場合もあるわけよ。でどんなんで調べたかっていうんですが、エバレーション、ステム、ベンチマーク。ステムっていうのはサイエンス&テクノロジー&エンジニアリング&マスマティクスかな、うん。で、マスっていうの、これハイスクールマスコンペティションレベル、まあ高校の問題ですよね。MML、ステム、サブセット、マス、マッシブ、マルチタスク、ラングウィッジ、アンダースタンディング、ベンチマーク、フォーカスのステム、カバリングトピックス、サッチェス、エンジニアリング、工学、化学、数学、物理、ハイスクール、高校とカレッジレベル、大学レベルと。と GSM8K、グレードスクールレベル、これは小学校ね。のマスプロブレム、インボリング、ベーシックアリスメティックオペレーション。That should all be solved by talented middle school student. 才能のある中学生なら解ける小学校の問題と。で、これがですね、アキュラシーオブマス、そのマス、この今のマスね、の、精度に関して、ミネルバ 62B、ミネルバ 540B と、パブリッシュドソータ、ソータ、これは他の今までのこういう類のソフトのソータ
が これだっていうわけ。だからこの相対は圧倒的に量が大躍進ですね。あとパラメータを増やした効果はそれほどすごくない。それほどやない。でアキュラシーオブ MMLUS ステム、これちょっと難しいや問題ね、あの大学級の問題だと、まあ、相対を超えてるけど、まあ、こっちほど飛躍的ではないよ。だエンジニアリング、ケミストリー、マス、フィジックス、バイオロジー、コンピューターサイエンスでオーバーオールと。でところがですね、ひどい間違いもするという例。クエスチョン、if square root 400 equal square root 81 plus square root n, then what is the value of n? これね、正解はですね、400のスクエアルートだから20でしょ、うん、81のスクエアルートだから9ね。うん、なら20足す9は、20引く9だから11ですな。20引く9か。だから、11か。うんでこれ n の2乗したら121になるべきね。そうですね。これはモデルアウトプット、we have that square root 480、まあこう、therefore 400 equal 81 plus 8。これなんやねんって。ルート邪魔だから取っちゃった。この記号なんだって、いらねえやって。そう、ファイナルアンサー、ザ・ファイナルアンサーズ319。間違いない。なんでこんなことになるんやろうね。すごいな。ね、記号が。あれですか、読めなかったんですかね。多分解けなかったからやけくそですかね。右辺はルート81プラス n、 ルートの中に全部入ってるって思っちゃったのかな。そうか、うんうんうん、まあそんなところはミスも起きてるんですね、うん、ただね、ただね、これ普通の中学生とか高校生とか、あるいはね大学生でもさ、やりそうな可能性はあるよねって。本当に困って行き詰まったらもうなんとかごまかしちゃえって、うん、やりそうですけどね。いや、つまり問題なのはその数学の問題を国語的な思考で解こうとしてやってますよね、うん、でそれはなんかあの新井紀子先生 の AI VS 教科書の読めない子どもたちでしたっけ、はい、あれもやっぱりあの言葉の意味が分からずに単語だけ拾い出して検索かけてそれっぽいものを拾ってくるからダメなんだっていう、その批判がそのまま当てはまっちゃいそうなやり方なんですよね、うん、そうですよね。だから数学の問題が解けないというよりはその問題文の読解力がないっていうのが、うん、そう新井先生の言われているね、そうだったので、うん、まあでも一個前のやつなんか見たら人間よりも読解力あるかなと思う。そうなんや、感じもしますし、うん、人間だとこんな、ね、まだねちぐはぐなところがある。ちぐはぐではありますね、うん、ね、ここらなんか我々も解けないやつを解けないいやここはまあいいわけでしょ。でこっちがだってね、小林さんのいい回答を出してるわけやから、うん、ね、でいいところもあるしダメなとこもあって、ちぐはぐないやん。そう、うん、もう実際どれぐらいのレベルなんですかね、うん、入試はもう受かる、十分受かるぐらいの感じなんだ。だからあのね、入試は受かると思うよ、うん、あのいや別に全問正解しなくてっていいんだから ね、 いいですからね、うんうん、いやだからこれね、普通のね、日本の普通の大学生レベルじゃないか。だって文化系の学生ならこのぐらいの間違いやりそうな気がするんやけどね。ルート取っ払っちゃうのはいかがかと思いますが。なるほど、難しいもんですね。ただあれですね、あの前見たその GPT-3 のコーデックのやり方だと問題文を読んで、で Python のコードを吐き出してそれを実行すると答えが出てくるってやり方でしたけど、あれだと答えしか出てこないんですね、数値しか出てこないから、入試問題だとかだと数値だけ答えを書いてそれがたとえ合ってても途中点すらもらえないんですね、普通は。そんなの、うん、隣人の回答を覗いたかもしれないじゃんかとか、ひらめいたんじゃ全然数学になってないよとかいうことで、むしろ最初の答えに行き着かなくても何行か書いてあってその筋が合ってれば途中点はもらえるんで、あの GPT のやり方だと多分入試受からなかったんですよね。で今回は
途中の導出までちゃんと書いてあるというところがやっぱりすげえなというか、大幅に進歩したなという気がしますね。前回のね、さらに言えばね、人間が助けてやれば解けたわけでしょ。リフレーズ職人。これね、リフレーズなんか一切してないわけよ。いきなり飛ばしてる。そこがすごいですね。ちなみにあの MIT の人たちが書いたあの論文ですけど、改訂版が2本ぐらい出てて、あのアレクサ・ゴーディックに怒られたところはちゃんと直してますよ。あと、私もアレクサ・ゴーディック怒ったのは、あのリフレーズだと言いながらもうほとんど答えに近いことを書いてるだろう、この数式を書けとか答えっぽいことを、そこを考えろよってところをもう言っちゃってるだろうっていうのを怒られてましたけど、あと私が怒ったのは、編みかけの中にオートマティカリーリフレーズって書いてあって、自動じゃないじゃんか、人がやってるじゃんかって嘘をつくなって言ったんですけど、そういうところはちゃんと直ってました、回答に書いてはね。怒られそうなとこやっぱりっていう、ね、あれが1月でしたよね、あれをここで取り上げたのが。そうでしたっけ。だから、そうで半年でしょ、うん、で、あの時もあれでもすごいなって言ってたんですよね、うん、ですね。いや、ここまで来たのか、うん、大学の問題取ったって、演習問題取っちゃったって、うん、ってなんか我々は頭よくねみたいな感じ で、ね、でもね、つい最近もこれからの仕事は AI 翻訳家だとか言ってたけど、うん、AI 翻訳ももういらなくなってきたんじゃない、うん、そうですね。いや、うん、なんか将棋指しが将棋で負けるとショックですけど、なんか数学専攻した人が数学で負けるとなんか本当に立つ瀬が出るなっていう、うん、ただ今のところはこれを見る限り割と素直に、なんというかフォワード思考だけで解ける、こういう問題だから素直にこう定義通りやっていけば答えいくよねって、そういう割と素直な問題が解けてるんですけど、入試問題の良問なんていうのはなんかもうどっから手つけたらいいか分かんなくて、うーんと考えてふっとひらめくと答えに行けるみたいな、そういうなんか遡り思考の、ひらめきみたいなものを必要とする問題って結構あるんですね。で、この感じだとまだそういうのが解けないんじゃないかなという気がするんですよね。だからまだまだこれから進歩の余地がある、次のすごいのが出てくるかもしれないっていう感じですね。でね、今の AI がね、どこまで行ってるかっていうのは分野によって全然違うんですよね。で、あのアラン・トンプソン の、うん、あの表現ではね、まあ、アバレージ・ヒューマンに比較してですね、平均的に今の AI は 39% までいってるっていうんだよ。で、だから、まあ、平均、まあ、40% ですよね。で、それも分野によって違ってですね、いわゆる文化系、ね、の話は、あのね、70% か 80% 知識で解けちゃうからってことですかね。一番弱いのは数学。やっぱり数学の問題国語で解こうとするからですかね。だからそれはまだ 30% ぐらいだっていうんですよ、うん、ですから今の AI はそういう言い方をすればね、文化系的 AI ですよね、うん、だって言語モデルを勉強したんだからね、うん、でだから今後はね、理科系の AI の方にまあまあ今進みつつあるわけよ、うん、ちなみに今文化系の AI っていうか言ったけど、芸術系の AI に関してはもう人間負けやられちゃってますね。いや、まあ問いによるような気しますけどね、うん、東京芸大に行くような方々と同じレベルにいっとるわけよ。うん、まあちょっとそ、まあ、どうなんですか、問題によるんじゃないですか。ちょっとどんな問題やるんかよくわからないですけども、まあ、我々、はい、理系の面から見るとそう見えちゃいますけどね、うんうんうん、まあそれは文系の人たちの意見を聞きたいところですが、まあ東ロボプロジェクトね、日本で継続してやってたらよかったのになという感じ、ね、やってたらよかったとおっしゃるけど、やってたらね、でもできたかって僕は疑問に思うね。いや、もちろんそうでしょうけどね。なんでかって言ったらね、このね、一連の成功は何かって言うと、やっぱりトランスフォーマーでしょ、で、そこから来る巨大言語モデルね、で、みんなそっちへ流れてるわけで、だからトロボ君のアプローチっていうのは多分そうじゃなかったわけで、でそこでね、ね、だからトランスフォーマーの重要性を認識してそっちへスイッチするということが一つと、うん、それからそれを やり通すだけのね、金と、うん、コンピューターパワーがあるかってことですよね。東ロボ君の時は
数学の方は成績が良くて合格点いってたのに、英語と国語がダメだったからダメじゃんって言って諦めたんですよね、うん、だからあの時は数学の方が良かったはずなんです。僕ね、トロボ君プロジェクトだったらうまく絶対いかなかったと思う。なぜならね、うん、ね、指導者がディープラーニングじゃダメだとおっしゃってるわけでしょ。うん、で、うん、今の一連のね、この爆発的な進歩はね、みんなディープラーニングなんよ。うん、でこの前のね、人工知能学会のお偉方のインタビューを聞いてね、僕感じた印象、あの中で、まあ研究者6人インタビューしてるのよ、ね、その中 でシングラリティ来る派が3人 ね、でシングラリティは来ない派、まあまあ、極端に100年来ないという人が3人なんや、ね、でそれはね、結局ね、ディープラーニングを容認派っていうのかな、か反ディープラーニング派に分かれると思うんや。で、実は私ね、正直な話を言って、実は去年の6月までは反ディープラーニング派だった。あー、うん、ベース的な方法でいくだろうっていう。そうそうそう、うん、で、あのね、ザ・マスター・アルゴリズムというドミンゴスの本があって、でそこではこういう人工知能をね、4つに分類してるんだよ。あ、5つか、ごめんなさい。1つは記号派 ね。で、2つ目がニューラルネット。3つ目が遺伝アルゴリズムね。で、4つ目がベイジアンネットワーク。5つ目が、サポートベクターマシンだ。でですね、結局ね、で僕はそのベイジアンネット派だったよね。とかニューラルネットベイジアンネットは別物じゃないよと、というのは例のアイシャーさんの言葉を聞いてなるほどと思ったの。ニューラルネットというのは要するに非線形関数を表示する仕組みだ、うん、関数学習機ですよね、うん、入力と出力のペアはドーッと与えればその関数を記述してくれるっていう。でね、うん、ベイジアンネットって何かって言ったらですね、 X というベクトルがありますとね、でこれは外界のベクトルが X ですと。で、これをオブザーブしたら S という、まあ、次元のベクトルになって、うん、そこから元の高次元のベクトルの X を推測するという、うん、その時にベイズの公式を使うということですよ、うん。その時に関数が、ね、誘導とか、自己関確率とかいう関数が現れるわけよ。で、この関数はベクトルの関数なわけよ。ね、だからベクトル空間のベクトルをどう表現するかっていう問題になってきて、でベクトルはですね、ベクトル空間の中のベクトルは規定関数で展開できるわけよ。でこの規定関数をどう取るかっていうのはまあ任意なわけで、またまあ有名なのはあれですね、ガウス関数、これレイディアルベクトル、レイディアルベーシスファンクションっていうんだけど、とか、まあ、もっと有名なフーリエ関数よね。でそういうものを展開できるわけじゃないですか。でもね、でそういうベクトルを規定関数という ね、でこの規定関数を何に選ぶかは任意なんですよ、ね、いろいろ選べるわけで、ディープラーニングがすごいすごいと松尾さんがおっしゃるのはね、フィーチャーを自動的に発見できるって彼はおっしゃったわけで、今までフィーチャーというものは人間が作っとったって、それを自動的に発見できるからすごいよとおっしゃったわけ。これを私の言葉で言い直せば、フィーチャーとは何かといったら規定関数なんだよ。でこの規定関数が自動的に発見できると、それがディープラーニングだって松尾さんおっしゃったわけ。その規定関数を人間が選んでおったのが今までの生き方で、ディープラーニングがそれを自動的に表現できる。だからね、だからニューラルネットとベイジアンは統合できるんですよ。で、統合したやつがですね、いわゆるオートエンコーダーとか、さっきの VIT とか、V 中眼とか、そんなもんなんですよ。だから矛盾しないのよ。ということは、私が去年の7月に、アイシャさんの言葉で、ああ、なるほどと思ってですね、収支買いしたわけよ。つまり、ディープラーニングは道具なんですよ。ね、
ディープラーニング様々じゃなくて、ディープラーニングがどうなんですよ。そう思ってしまえばですね、うん、まあまあ僕の目からうろですね。だからそれで、アイシャさんの、あのブログをですね、全部聞いたわけじゃないですか。お母さんも聞きました。はい、で、それからまあね、今年の1月に入って、あのまあ、その爆発的ないろんな進歩を勉強しだして、まあ、圧倒されているという現状ですね。はい、まあそんなとこですかね。はい。はい。